国際写真センターは1974年にコーネルキャパにより開設されたアメリカ合衆国ニューヨーク市ミッドタウンマンハッタンに所在する写真専門の総合施設。いわゆる芸術写真よりも報道写真系統の色彩が強い。一般に ICP と略称される。時にはインターナショナルセンターオブフォトグラフィーとそのままでカタカナ表記されたり、 国際写真美術館と表記されたりすることもある。美術館に写真に関する学校であるザ ICP スクールおよ及び情報センターも併設されている。ブックショップとカフェも設置されている。3000名以上の写真家の作品を所蔵し、継続的に重要な展覧会を開催するほか、写真関連の情報提供を行い、また学校からは、 多くの卒業生を生み出している。1950年代にコーネルキャパの周りで写真家の死が相次いだことで、ワーナー・ビショフ、デビッド・シーモアなど、彼らの写真作品の保存の必要性を感じたコーネルキャパが、1966年にザ・インターナショナル・ファンド・フォー・コンサー&・フォトグラフィーを設立した。このファンドが発展して、 国際写真センターの設立に至った。国際写真センターについて本格的に紹介した日本語の文献はまだない。ただ、美術関係ではニューヨークの観光名所の一つになっていることからアメリカやニューヨークの旅行ガイド本などでは色々と取り上げられ様々な情報が紹介されている。ありがとうございます。